どうも皆さんこんにちは、大変大勢の皆様方に我が盟友であります古川俊治候補者のためにお集まりをいただきました。私佐藤からも御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。会場が選挙の時あふれるというのもこれ頭の痛い話でございますが、実は私も衆議院選挙をやりました時に会場があふれたことがございました。でやはり会場 の兼ね合いで中に立ち見でお入りいただけないものですから、やはり泣く泣くその、お詫びを申し上げて、お引き取りいただいたことがあったんですが、その時は実は小泉純一郎総理が応援に来てくださった時だったんですね。ですからこの会場があふれるという意味では今や小泉純一郎かあるいは古川俊治かと、そういうことでございますので、これは素晴らしいことだと、いうことでご理解をぜひいただきたいというふうに思うわけでございます。古川俊治さんは参議院で私とご一緒にさせていただいているわけでございまして、古川俊治さんは実は委員会がですね、財政金融委員会というところで私が自民党の理事そして筆頭理事をさせていただいた野党時代にですね、ずっと委員としてご協力をいただいた、ある意味同志の一人でございました。野党時代といいますと民主党側のですね筆頭理事さんがもうなんだかんだいろいろ難癖をつけてくるものですから、私も筆頭理事でもうガンガンやってですね、対抗して物事をなんとかうまく進めなければいけない、そういう立場にあるんですけれども、そういう時に自民党と他の野党の方ともですね時折共闘をして、物事を前に進めるということをやらなければいけないんですが、古川さんは本当にですねいろんな分野で精通されておりまして、今医療介護、もちろんエキスパートでおられるんですが、実は財政の問題ですとか、あるいは金融の問題ですとか経済成長のお話ですとか非常に分野が多岐にわたって、古川さんは習得をされエキスパートでおられるということでございます。でそれを、財政金融委員会でも非常にフルに展開をされて、お支えくださったということで、本当に私も古川さんには頭が上がらない感謝を申し上げている次第でございます。古川さん本当に海外もですねいろんなところから学位を取られて、イギリスのオックスフォード大学でも、学位を取られたわけでありまして、やはり今のこの日本の問題を考えますと海外の視点というのはこれからやはり私ども国会議員は必ずや欠かせない一つの視点ではないかなというふうに考えるわけでございます。何も外交防衛だけではございませんで、経済グローバル化が進んでおりますけれども、やはりこの古川さんがもともとこのエキスパートでおられます医療介護の問題につけてもですね、やはり民主党政権時代に最初から所得分配をして増税をすると、それでは経済が持たないわけでございますから、アベノミクスで今私は経済産業の方の政務官を拝命して実施部隊の方で仕事をさせていただいておりますけれども、やはり自公政権の大きな柱というのはまず成長経済にして税収を増やして、それから安心できる健康長寿社会という世界に冠たる我が国日本の社会を実現していこうという、そういう柱立てになっているわけでございます。実際のところ、ようやくですね、株価も1万4000台、まで来たわけでありますし、3月の企業決算良かったんですが、やはりポイントはこの9月の中間決算で、どれだけこの企業収益が安定的にさらに上がっていくかどうか、そうしますとこの収益がきちっとしてくると設備投資というのもじゃあやってみようかということで、中小企業や大企業の方々もより自信が前向きに出てくると、それがまた地域の雇用に波及するということですから、まだこの越谷地域の皆様方、あるいは埼玉県で中小企業を営んでおられる皆様方にはですね、もう今一度波及をするまで、時間がもう少しかかるのかなという大事なところに今立たされているというところで、この参議院選挙を迎えたということでございます。ぜひねじれを解消するためにもですね、古川さんにはこの埼玉県からもうダントツトップ当選をしていただきたい、そしてそのトップ
府当選のダントツという意味にですね、やはり自民党自公政権に対する国民の皆様方の大きな信任をぜひ頂戴したい、その意思表示をダントツの特等選で、まあ、お示しいただきたいなというふうに思うわけでございます。まあ、グローバルな視点で古川さんもこれからも、いろいろご活躍をいただきたいと思いますし、やはり一つこれまでの日本の経済政策、まあ、結果として見ますと、やや、難しかったかな、誤っていたかなと思いますのは、つくづく、これまでのグローバル化というのはワンウェイチケット、片道チケット、行ってきてさようなら鉄砲玉と、ですから、まあ、今回3年間円高が続きまして、かなり空洞化が進んで海外子会社出店が増えたわけでありますが、大事なことはグローバル化というのは入ってくる方もグローバル化なんですね。ですから、日本に設備投資をしていただく、日本に会社を立地していただく、それも片道大事なグローバル化でありまして、今回アベノミクスではその対日直接投資の方もやはりやっていかなければ、国内雇用や国内の税収につながっていかないなということでございます。ですので、今実は古川さんにもお願いをいたしまして、つい5月にはですね、若手の自民党の国会議員で、まあ、海外の経験のある国会議員を集めまして議員連盟を私立ち上げさせていただきました。グローバル社会で日本の繁栄を考える議員連盟ということでありまして、まさにこういう医療の問題、健康長寿の問題、財源をどうやっていくか、やはり財源の基盤となるのは経済であり、成長させることであり、より多くの所得をどうやって皆さん方のご家庭まで届けていくかということになりますと、やはりグローバルな視点が必要だなということで、古川さんにはこの議連にも喜んで参加をしていただいたわけでございます。ぜひ皆様方には、古川俊哉さん、本当にお医者さんであり弁護士さんであり、そして本当に経済や財政や金融までもう全て多岐にわたって網羅をされている若手の国会議員の中堅になりつつある国会議員の先生でおられます。ぜひ皆様方のお力によって、これからも末永く古川俊哉さんをこの埼玉県からご支援をいただきまして、そして大きな大樹として体制をしていただきたいと思いますので、2期目とっても大切なこの参議院選挙、どうかダントツで2期目当選をしていただきますように、皆様方のお力を私佐藤ゆかりからもお願い申し上げまして、ご挨拶させていただきます。最後までよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。佐藤先生ありがとうございました。